はい、激辛マニアユッキーでーす。今回はですね、カップヌードルのチリトマト、チリトマトヌードルっていうやつなんですけど、今だけ激辛チリチリペースト付きとなってまして、35周年記念のこのチリチリペーストっていうのが、激辛っていうのが付いてきて、全部入れたらこれ辛さが18倍になるということで、はい。買ってきました。ね。まあ、先ほどですね、生のハバネロを食べて、で、先ほどっていうか3時間前ぐらい、2時間ほどね、悶絶したんですけれども、その後で、またね、この激辛食べていきたいと思います。よいしょ。それでは、とりあえずと、お湯を入れてと。よいしょ。ああ、お腹がね、ようやく痛いのが収まってる。あちち。ようやくね、お腹が痛いのが収まってる。よいしょ。はい、ということで、3分経ちましたので、それではね、オープンザプライス!パカー。なんか肉みたいなのが入ってる。それではね、これ入れまーす。全部入れると、あーなんかね、ペーストだこれ。あの液体じゃなくてちょっとペースト状になってる。
まあ、チリチリペーストってちゃんと書いてあるからね。ペーストですか。じゃあこれを混ぜて。よいしょ。まあ、僕はトマト大好きなんで、ね、あの夏にね、まあ、ビールを飲みながらね、冷たいトマトとね、塩を振って、ね、つまみで食べるっていうのが大好きなんで。よし。こんなもんかなーっと。それでは、いただきまーす。あ、辛い。うん。ああ。ああ。ああ、案外辛いですね。うん。思った以上に辛い。やっぱり、ラーメン系はやっぱね、熱いんで、熱いっていうだけで結構、辛さが倍増するんで。うん。うん。うん。思ってたよりは辛い。あ、結構辛いです。この程度かみたいな感じで。で、レビューしてやろうと思ったんだけど、案外辛い。うん。うん。うん。これは汗が出るぐらい辛いですね、これはね。うん。意外にも。で、トマトの、トマトスープみたいな。トマトスープだ、これ。うん。トマトの。うん。はい、申し訳ない。なんか最近ね、このウェブカメラの調子が悪いんですよね。ロジクールの、アマゾンで1位だっけ ?1 位のやつ買ったんだけど、まあ、昔から使ってんだけど。返品した方がいいんだろうかね。うん、この感じも多かった。あ、トマト。トマトスープみたいな。うん。うん。うん、美味しい。うん。昔、これに似たやつあったよね。ね、暴君ハバネロのね、缶で出たね、なんか、旨辛スープみたいなのが、昔売ってたんですよ。今も売ってるかわからんけど。あれに似てるね、味がね。うん。あれ昔買ったな。で、ほとんど辛くねえの、あれ。うん。ほとんど辛くねえのな。コンビニでさ、寒い日にさ、ホットで売っててさ、買ってみっかと思って買ったら、飲んだらさ、ほぼ辛くねえ。で、ぶっちゃけトマトスープなんだよね。うん。
ただのトマトスープみたいな感じで。全然辛くねえじゃん、つって。言った覚えはあるけど。これはしっかり辛いね、ちゃんと汗が出るもん。汗が、俺汗が出るんだ。俺新陳代謝がいいのか知らないけど、辛いもの食べるとすぐ汗出るんだよね。辛いもの個人的には好きでよく食べるんだけど、結局胃が追いつかないっていうか、胃がね、胃と腸が弱いんで、でさらに汗がすっげー出るんだよね。だから蒙古タンメン中本とかさ、店行って食うときにタオルを持っていかないと、本当に店にたまにさ、ラーメン屋でもさ、ほらティッシュ置いてなかったりするところ結構あるじゃん。だからね、辛いもの食いに行くときは絶対、てかそもそも俺ラーメン食うと鼻水が出るんだ、なんか知らんけど熱気っていうの、熱気で鼻水がすっげー出る人間だから、基本的にティッシュとか持ってかないと、箱のティッシュとか持ってくんだけど、持ってかねえとすげえことになる。っていうのと、あと胃と腸が弱いんで、すぐ下痢になる上に腹を下すんだよね。で、他にもあるんだけど、牛乳を冷たいままね、ストレートで飲むとね、過去に1回あって、1回っていうか運が悪いとね、10回ぐらいね、下痢が発生するんだよね。1日10回下痢行ったことある。てかトイレ行ってさ、下痢だったことがあるんだけど謎なのが、こうやってさ、便座に座ってさ、踏ん張ってる時はさ、出ないのにさ、あ、もう出ないなと思ってさ、立つとさ、鉄拭いて立つと、いきなりギルギルギルってなって、腹が鳴って、うっってなるんだよ。それで10回行ったことあるの。マジで。10回どころか、最高20回ぐらい行ったことあるな、1日にな。何食ったんだったか忘れたけど、1日20回下痢行ったことあるけど、すごかったな。水がもったいなくてさ水もったいねえから、8回目ぐらいになってくると、もううんこっていうか、その結局立った時にまた下痢いるから、もう1回うんこしただけじゃ流さないで、そのまま過ごしたことあるからね。水もったいないから、僕ちん節約家だからね。節約しないと。倹約家だから。そういうとこをね、評価してもらいたいもんだね。あ、結構辛いです、これ。スープも全部飲むと。汗が。ダバダバ出ますね。汗がダバダバだ。
汗出るな。いやー、熱い熱い。確実に今日のっていうかもう夜なんだけど、明日の朝か、あと数時間後には確実に下痢になるね。生ハバネの振ったから。すぐには来ないんですよ。ああいうのって、辛いのってね。だいたい2、3時間後にね、来るんだよ。もう今来てんだよね。今ちょっと来てんだよ。うん、今ちょっと来てるから、ちょっと早めに食わないと、これ。ああ、ちょっとお腹痛くなってきたわ。うぅ。でした。辛さ度数70、うん、70だね。うん、それではご視聴ありがとうございました。